こんにちは、生き生き越谷の時間です。今年ももう残りわずか、いかがお過ごしでしょうか。何かと忙しい時期です。風邪などひかないように気をつけてくださいね。さて、生き生き越谷、今回は次の内容を中心にお送りします。市政ニュースは学生議会の開催、越谷ブランド一部認定品のインターネット販売が始まりました。特集は冬の火災に気をつけよう。街角ズームアップ、大間の小学校の越谷ネギ収穫体験を紹介します。越谷トピックス、これから行われるイベントをご案内します。まずは市政ニュース。皆さんは市議会ってどんなところと聞かれたら答えられるでしょうか。市議会とは、選挙で選ばれた市議会議員が市民の代表として市政に市民の意見を反映させるため議論をする場です。11月17日、その市議会を市内の大学生たちが体験する学生議会が行われました。これは越谷市議会が主催し、次世代を担う若者に模擬議会を通して市政や議会への関心を深めてもらおうと開催されたものです。前回は平成22年に行われ、今回は2年ぶり2回目となります。参加したのは市内にある文教大学、埼玉県立大学の学生と公募の大学生、大学院生30人。学生議員の中から議長が選出され、議会の進行を務めます。増え続けてしまうゴミを減らすために、越谷市はどのような活動に取り組んで、以上先ほど述べた以外にどのような活動に取り組んでいるかということがとても気になりました。学生からの質問、それに答えるのは市議会議員。学生たちからはゴミの減量、まちづくりなどについての質問や意見が出され、市議会議員たちはその内容に感心しながら質問に対して丁寧に答えていました。やってみて、議員の方々が丁寧に説明してくださり、分からなかったことがこう分かったりとかして、すごくいい体験になりました。実際に参加してみて、自分はまだまだ政治のことは全然分からないですし、自分はゴミのことについて調べたんですけど、やっぱり各市それぞれいろいろな問題があると思うので、他の県とかまた市とか、そういうふうなところのゴミ問題についてもいろいろ調べていきたいなと改めて思いました。学生議会についてのお問い合わせは議会事務局議事課まで。次です。8月の放送でもご紹介した越谷ブランド認定制度、12月より一部の商品がインターネットでも販売され、お買い求めやすくなりました。そこで今回、産業支援課の榎谷さんとガーヤちゃんに越谷ブランド認定品について紹介してもらいます。皆さんこんにちは。昨年度スタートした越谷ブランド認定制度は、市内で製造加工などされた優れた商品を越谷市が認定する制度です。昨年度と今年度合わせて12品が認定されております。冬季限定商品が多い越谷ブランド認定品は、12月に最も商品が出揃います。越谷市の農産物をふんだんに使用したり、独自性あふれる商品だったりと、どれもおすすめできる商品ばかりです。
インターネット販売が始まったのは5品です。越谷鴨ネギ鍋ギフトセット、三等菜漬け、越谷いちごの森、越谷いちご一会、タロベー餅です。ガヤちゃんのおすすめはどれかな。やっぱり鴨ネギ鍋に一番思い入れがあるんだね。でもどれも美味しいものばかりだよ。購入の際は越谷市ホームページや検索サイトなどで越谷ブランドと検索してください。販売品目については今後も増やしていくことを考えております。これから年末年始を迎えますが、贈り物やご自宅用にぜひ便利なインターネット販売をご活用ください。えのきやさん、ガヤちゃん、ありがとうございました。一度食べてみたいけれど買いに行く時間がないといった方、お店や直売所が家から遠くて買いに行けないといった方、ぜひご利用ください。認定品を販売している直売所などは次の通りです。越谷ブランドについては15日発行の広報越谷期間版冬号にも詳しい情報が掲載されています。こちらもぜひご覧ください。また来年度も新たな認定品を募集する予定です。認定品が増えることで越谷市のさらなる活性化につながるといいですね。越谷ブランド認定品のインターネット販売についてのお問い合わせは産業支援課越谷市商工会まで。続いて特集です。今回は冬の火災に気をつけよう。山崎さんがレポートします。こんにちは。寒くなってきていますね。冬は空気も乾燥して暖房などで火を扱うことも多く、火災の危険が高くなる季節。今回は皆さんに火災予防について紹介したいと思います。普段あまり気にも留めていない行動などに実は火災の危険が潜んでいます。1つ目はキッチンのコンロです。火を使っている場合は絶対にその場を離れてはいけません。天ぷら油を加熱し続けると油が高温になり発火し大変危険です。もし離れる場合は必ず火を消してください。では次にストーブ。ストーブの近くに燃えやすいものを置いていませんか？
これはストーブに洗濯物が落下し炎上した例です。冬場は室内で衣類を乾燥させることが多く、ストーブの近くに衣類を置くと引火する場合があります。ストーブの近くに置かないようにしましょう。タバコはもみ消しただけでは火が消えない場合もあります。そのまま吸い殻をゴミ箱に捨ててしまったら、水を入れて必ず吸い殻の火が消えたことを確認してください。寝タバコや屋外のポイ捨ても火災を引き起こす可能性があります。絶対やめましょう。他にもコンセント、ホコリがたまってショートする危険があるのでこまめに掃除をしましょう。また使わないときはプラグを抜いておくようにしましょう。十分に注意を払っていても万が一火災が起きてしまう場合があります。住宅用火災警報器、皆さんのお宅には取り付けられていますか？住宅用火災警報器の設置は消防法によって義務付けられています。火災にいち早く気づくことは命を守ることにつながります。実際に住宅用火災警報器により早期に火災を発見し大事には至らなかった事例も増えてきています。これまで家庭での火災予防についてご紹介してきました。火災の出火原因として多いのはストーブ、コンロ、タバコ。しかし実は一番多い火災原因は放火なんです。放火対策について消防本部でお話を伺ってみました。消防本部予防課の森田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出火原因の中で一番多いのは放火ということでしたが、私たちはどのような対策をすればよいのでしょうか？はい、放火は住宅や共同住宅の共用部分、車庫、ゴミ置き場などの路上、公園などのさまざまな場所で発生しています。放火をされない環境を作ることが大切です。まず家の周りに新聞、段ボールなど燃えやすいものは置かないようにし、ゴミは決められた時間に出しましょう。また郵便受けには新聞やチラシをためないようにしましょう。物置や車庫など人の出入りが少ない場所は必ず施錠してください。車や自転車のカバーは防炎のものを使用することをお勧めします。放火対策は燃えるものを置かないこと、放火犯を侵入させないことなんですね。そうですね。もし実際に火災にあったらどう行動したらよいのでしょうか？火災にあった場合のことを学ぶ施設がこの本庁舎の1階にあります。ぜひ行ってみてください。はい。消防本部にある防災体験コーナー、ここでは消火体験、119番通報体験、円柱体験の3つができます。火災が起きたらまずは大声で周りの人に火災を知らせ初期消火。消火器は家庭に1本は用意しておきましょう。消火器の使い方は
まずはピンを抜き、ホースの先を火元に向けます。そしてレバーを握って放射。燃えているものにまんべんなく放射します。次に119番通報です。火災です。火災が発生しました。消防車を呼んでください。119番です。はい、越谷消防です。火事ですか？緊急ですか？火事です。そこの住所を教えてください。越谷市越谷 4-2-1 です。慌てず正確に伝えましょう。火災時、建物から避難する場合は姿勢を低くし、煙を吸わないようにハンカチなどで口を押さえて避難しましょう。もし実際に火災にあったらパニックになってしまうと思います。そのためにも日頃から火災を想定して備えておくことが大切です。皆さんの地域で行っている防災訓練などに参加するのもその一つ。地域のみんなで火災予防をするのはとても効果的です。ではここで地域で火災予防に取り組む市民の皆さんをご紹介しましょう。放火を防ぐ夜間パトロール。パトロールをするのは婦人防火クラブの皆さんです。婦人防火クラブは家庭の主婦などで結成されているものです。市内には44クラブ1363人がメンバーとして活動しています。家庭からの火災を防止するため、火災予防の知識を習得することを目的とした防火・防災組織となっています。自分たちで火の元のことを気をつけたり、周りの方にも気をつけていただけるように注意はいたしております。火災予防運動期間中の液灯広報、住宅用火災警報器の普及啓発、防災研修会の実施などさまざまな取り組みを行っています。また婦人防火クラブの皆さんと駅で呼びかけをしているのは幼年消防クラブの皆さんです。幼年消防クラブは幼稚園や保育園の園児を対象として結成されたクラブで、小さい頃から火災予防について学んでいます。そして忘れてはならないのが、地域で活躍している消防団の皆さん。職業や学業を持ちながら、火災時などには消防署とともに消火活動を行います。越谷市では401人の団員が、自らの地域は自らが守るという精神のもと、昼夜を問わず活動をしています。いかがでしたでしょうか？もしもの時にはとても心強い皆さんですね。小さな心がけをすることで火災は予防することができます。日頃から火災を起こさないよう気をつけて生活しましょう。山崎さん、ありがとうございました。私も火災につながる原因はないか、今一度身の回りをチェックしてみようと思いました。さて、先日11月8日に新越谷駅で火災予防のイベントが行われました。ロンドンオリンピック競泳女子200メートルバタフライ銅メダリストの星夏美さんが一日消防署長を務め、市民の皆さんへ火災予防を呼びかけました。これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなりますので、火の元
十分に注意していただきますようお願いいたします。また当市では放火が火災原因の1位と聞いております。人の目につけやすいところに燃えやすいものを置かないなど放火されにくい環境づくりにもご協力をお願いいたします。皆さんも火災には十分注意しましょう。冬の火災に気をつけようについてのお問い合わせは消防本部予防課まで。次は街角ズームアップ。今回は大間の小学校の越谷ネギ収穫体験を紹介します。越谷は古くからネギの産地です。越谷ネギは給食にも使われています。白身がしっかりと締まり味も一級品、煮崩れしにくいのが特徴です。越谷ネギは東京の高級料理店などにも出される名高いネギです。主に増林地区や新潟地区などで作られており、年間およそ1200トンが出荷されています。11月7日、市内の農業生産法人の畑で大間の小学校の3年生が越谷ネギの収穫体験を行いました。これは子どもたちに地場産業を知ってもらおうと企画されているもの。で、あの泥がついているのは泥ごと入れちゃってください。昨年度は市内で11校が収穫体験を行いました。簡単でした。鍋にして食べたいです。ネギ初めて取ったんでこんなに長いとは思わなかったんで嬉しいです。地元の特産品のネギを身近に感じられた体験。子どもたちは収穫したネギをそれぞれ家庭に持ち帰りました。夜には美味しいネギ料理を食べたことでしょうね。続いて越谷トピックス。これから行われるイベントをご紹介します。1月5日から農業技術センターの越谷いちご観光農園がオープンします。市では大消費地である首都近郊という特性を生かした都市型農業を推進しています。平成22年度から農業技術センターの施設を活用し、施設園芸の経営者を育成。この越谷いちご観光農園は農業の担い手の育成と観光農業の振興を図るため2年前にセンター内に開設され、現在第2期研修生がいちご栽培や観光農園の経営ノウハウを習得するために日々励んでいます。今年は1月から5月までの開園中におよそ5900人が訪れました。バリアフリー化されていますので車椅子やベビーカーの方もご利用いただけます。栽培されている品種はとちおとめ、あきひめ、べにほっぺ、埼玉県育成品種サイの香りの4種類。採れたての甘いいちご、ぜひこちらで食べてみてはいかがでしょうか。
なお、市内には他にも甘くて美味しいいちご観光農園があります。お近くの農園にもぜひお越しください。また農業技術センターで研修を終えた第一期研修生による2つの観光農園も1月上旬からオープンする予定です。こちらも楽しみですね。越谷いちご観光農園についてのお問い合わせは農業技術センター内越谷いちご観光農園まで。1月12日新越谷駅コンコースで花フェスタが開催されます。毎年開始前から行列ができるほど多くの人が訪れる花フェスタ。この催しは市内の花を生産している農家の皆さんが越谷市で生産された花を広く知ってもらおうと開催しているもの。生産者が直接切り花や鉢物のお花を販売します。切り花は市特産のチューリップ、ストック、そしてフリージアなど。鉢物はシクラメン、ベゴニアなど。こちらで販売される花はどれも新鮮で長持ちすると評判です。一足早い花の便りを運ぶこのイベントにぜひお越しください。花フェスタについてのお問い合わせは農業振興課まで。さて今回のいきいき越谷いかがでしたでしょうか。番組に対するご意見ご感想は広報広聴課までお願いします。ご覧いただきましたいきいき越谷の映像は広報広聴課で貸し出ししています。また市のホームページからもご覧いただけます。ではそろそろお別れの時間です。次回もいきいき越谷どうぞお楽しみに。